はい、じゃ日本猫のお母さんだと思われます。だと思われる。おしっこはまあ黄色です。比重が 1.050、 まあまあ正常範囲ですね。ちょっと濃いめの正常範囲。合併波が 7.5、 まあ7が正常だからちょっとだけ高いと。タンパク1プラスは正常が、ブドウ糖ケトンビルビン鮮血反応はマイナスで正常範囲でした。で尿チン酸の顕微鏡検査所見、あれどっか行っちゃったね。さっき細胞が見えるんだけど、どこ行ったかな。今これ100倍で400倍にしてみるんですけども、まあ細胞成分がちょっとこれ何個か重なってますね。4つか5つぐらい。それからこれにはこうちっちゃくこうやって動いてるのが細菌だと思います。細菌がちょっと入ってます。それからこれね、はい、とかこれは結晶です。結晶がちょっと出てますね。昨日のこの海は出てなかったんだけどね。でちょっと細菌があって、これは細胞、ちょっと見にくいけど細胞だと思います。あの細菌と思われるのはこのちっちゃいやつね、はいはい、このちっちゃい丸ね。もう一個大きい丸はこれは脂肪球だと思います。動いてないですよね。はい、で他のとこ行きますよ。まあでも赤血球白血球っぽいのは出てないですね。昨日も出てなかったけど、あれ同じものを持ってきたんだろうか私。あのでも昨日とペーハーは違いますよ。あ、そうですか、うん、ペーハーは確かちょっと昨日のやつと比べてみますけど脂肪球は出てると。もう一回倍率を100に下げます。なんか出てそうなところ、はい、まだこれは大きな細胞が、あのまたお母さんと思われるのが、うん、あの2週間ぐらい色が悪いんですよね。なんかこうやっぱり不純物が入ってるっていうか、これがなんか色が悪いやつってこと、お母さんと思われるだから、はいはい、あの昨日の子はあのミケはこれはね、なんかこれでかい結晶がかなり出てる。これ相当でかいよね、この結晶。あ、そうですか、うん、だからなんか なんか混ざって不純物がこういうのはこれかなり大きいと思いますね。100倍でこの大きさだから、普通こういうのって400倍で見るんですよ。はい、400倍だとかかなり成長したって大きいですね、この結晶は。これもそうね、結晶がちょっと、うんうん、それもかなり大きい結晶が出てるかなと。だからあの色が変な風に見えるんですか、うん、かもしれません。それとこの細菌は、うん、なんかちょっと多いね、細菌が。はい、でまとめますと赤血球とか白血球は出てなくて、細胞が1視野に5個ぐらいから、まあ、5視野に1個ぐらい。結晶はちょっと大きめのやつが出てます。マップ、細菌がなんかちょっと出てます。尿塩値はまあ20視野に1個ぐらい、マイナスマイナス20視野に1個ぐらい、マイナスマイナスマイナス、これは7が正常、1プラスまでマイナス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 と、そういうのが正常です。 OK、 じゃあ昨日と合わせて。